こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。おって霊夢珍しく、クラシックを聴いているのか？クラシックというか、ドラクエの曲よ。そうなのか。それじゃあ、今回は、そのドラクエの曲をすべて作曲してきた、杉山浩一を解説していくぜ。よろしくお願いするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、解説を始める前に、去る9月30日杉山さんは、天空城へ召されたぜ。ご冥福をお祈りいたします。それでは、始めるぜ。杉山さんは、1931年4月11日、東京府東京市下谷区で、生を受けたんだ。東京府？戦前は東京はまだ都じゃなかったのね。そうなんだぜ。東京が都に昇格したのは戦後のことで、明治の廃藩置県から戦前までは、府だったんだぜ。そうなのね。ああ、そして、本名杉山浩一が、読みづらいという理由で、基本的なクレジットは、すべて、ひらがな表記にしているそうだ。そうなのね。ああ、そして、ドラゴンクエストシリーズの、作曲担当として知られているが、一般の歌謡曲やアニソンも手掛けており、70年代のグループサウンズブームの、担い手でもあったそうだ。ザ・タイガースは、デビュー前から関わりがあり、バンドの命名までしたそうだ。タイガース？野球？違うんだぜ。沢田研二や、岸辺四郎が在籍した、グループのことだぜ。え？岸辺四郎って、ミュージシャンだったの？そうなんだぜ。若い頃から音楽好きで、学生時代から作曲をしていたが、そのキャリアの出発点は作曲家ではなく、放送ディレクターとして出会ったそうだぜ。大学卒業後、文化放送に入社。報道部へ配属、番組で使用する曲の、選定等を担当したそうだ。後に希望であった芸能部に異動となったそうだ。そして、1958年、これからはテレビの時代と感じ、開局前年のフジテレビへ移籍。え、あのお台場の？そうだぜ。ただ、当時は新宿の河田町だけどな。そして、ディレクターとしての仕事を、務める傍ら、副業として CM ソングの作曲を手掛けていたことが、問題視されて退職。ただ、これに関しては、会社が問題視したとも、作曲家としての、キャラが高かったから辞めたとも、言われているぜ。そりゃ、誰だって、収入は多い方がいいわよね。だな。そして、フリーディレクター時代を経て、1968年から本格的に作曲家専用となったんだ。多くの歌謡曲、競馬場のファンファーレを手掛け、ヒット曲も多いんだぜ。1978年、科学忍者大学者マンの音楽を担当し、これをきっかけにアニメ作品の BGM を手掛けるようになるんだ。競馬やアニソンも手掛けてたのね。そうなんだぜ。ドラゴンクエストシリーズをはじめ、ゲーム音楽家としても名高いが、ドラクエの音楽を手掛けた時点で、杉山さんは、すでに押しも押されぬ有名作曲家であったんだ。そして、ドラクエとの出会いは杉山さんが、森田将棋のアンケートを送ったことがきっかけで、エニックスの上層部だった、千田幸信の紹介で起用が決まった。意外なところで繋がったのね。ああ。だが、当時のゲームは、大学生のサークルの延長のノリで作られており、そこに途中から外部の人間、それも50代の大人を入れることに、制作チームから強い反発があった。特に、プログラマーの中村浩一は、いくら有名な作曲家でも、ゲームのわからない人を雇ってもいい作品ができるわけがない。と猛反対していたそうだ。説得のため、千田同伴で中村の元を訪れたところ、最初は警戒されていたが、
ゲームへの造形の深さを話すと、中村らチュンソフトのスタッフと打ち解けるようになっていき、正式に依頼を受けることとなったそうだぜ。腹を割って、話し合って打ち解けたのね。そうだぜ。そして、当時ファミコンは3音源しか使えないという制約があったが、音源が少ないから作曲できないなんていうのはプロではない。と言い切ったそうだぜ。さすがね。だな。そして、マスターアップまで残り1週間しかない中、8曲作り上げ、メインテーマである序曲に至ってはわずか5分で仕上げたと語る。あの名曲を、たった5分で作っちゃったの？すごすぎるわ。そうなんだぜ。そして、1986年当時54歳のベテラン作曲家の杉山が、若者の娯楽に過ぎず、文化として認められていなかった、コンピュータゲームの地位向上に果たした役割は大きいんだぜ。そうよね。ただ、ファミコンとか、スーファミって、まだゲーム音楽がピコピコだった気がするわ。そうなんだぜ。ゲームの音源が収録されたものを、そのまま使えるようになるのは、もっと先の話なんだぜ。そういえば、オリンピックの入場で最初に流れたのも序曲だったわよね。そうなんだぜ、最初のギリシャ選手団入場の際に流れたぜ。また、若者に気取らずにオーケストラを視聴する機会を持ってもらいたい、とのことから、渋谷公会堂で自ら指揮棒を振るって NHK 交響楽団を率いた、ドラゴンクエストコンサートをはじめ、各地でゲームミュージックのオーケストラ演奏会を行っていたんだぜ。あの曲を生のオーケストラで聴いたら最高よね。だぜ。戦闘シーンの曲は手に汗握っちゃいそうだよな。そして、2016年9月、85歳にして、世界最高年齢でゲーム音楽を作曲した作曲家、としてギネス世界記録に登録されたんだぜ。また2020年には同年度の文化功労者に三枝重明と共に選出されている。ギネスにまで乗っちゃったのね。そうなんだぜ。というのが杉山さんの作曲した楽曲の一部だ。すごいわね。有名なものばかりだわ。だな。続けるぜ。音楽に関して専門教育を受けたことはなく、もっぱら独学であったそうだ。もともとは音大志望であったが、学費が払えなかったため、東大に進学したという。音大を諦めて東大に入っちゃうあたりもすごいわね。ああ。そして、これは冒頭でも話したが、ドラクエのメインテーマである序曲を5分で書き上げたという逸話が有名だが、これに関しては、今までの人生があったからこそ5分でできた。だから正確には54年プラス5分かかっている。と語っているんだ。この言葉はピカソのエピソード。この作品は30年と30秒かかっている。からの引用だそうだ。ピカソの言葉を引用するあたりも、芸術家って感じね。だな。そして、ハードウェアの進歩とともにゲーム音楽の音数の制限の枷がなくなったことについて、3音だった頃からするとものすごく贅沢になりました。あの頃できなかった音も使える。といったことを NHKFM の、今日は一日ゲーム音楽三昧つばいでの特別出演の際に語っているんだ。そうよね。でも、オーケストラ編成で作った曲を、3音にしてた初期の頃もなんだかんだすごいわよね。だぜ。また、ゲームのフィールドや戦闘中の音楽に関しては、何百回も聴くものであるから、聞き飽きないものを心がけている。という。そして、全シリーズの作曲のみならず開発の初期段階からプロジェクトチームの一員として参加していたそうだ。そのため、テストプレイヤーとしてもエンディングのスタッフロールで名を連ねている。そうなのね。それじゃあ、あの極悪仕様と言われた、2のロンダルキアへの洞窟や、3のネクロゴンドの洞窟もプレイされたのね。
おそらくな。あの仕様で泣いたゲーマーは多いわよ。だな。そして、歌手の桑田佳祐は、杉山の才能への敬意を語っており、君だけに愛を学生街の喫茶店恋の風が銀座のロマンスを、一人紅白歌合戦でカバーしている。特に学生街の喫茶店に関しては、ものの見事に完成されたプログレッシブロックなんだよね。と NHK の特番で高く評価しているんだぜ。あの桑田佳祐も、その才能を認めていたのね。そうなんだぜ。そして、これは、余談なんだが、ドラクエで倒したモンスターを仲間にできるだろ？その中には、堀井雄二さん、鳥山明先生、そして、杉山さんの、名前をもじったキャラが数体いるのを知っているか？そうなの？ああ。堀井さんはユーボン。鳥山先生はアキーラ。そして、杉山さんはスギアンという名前で、特定のモンスターとして仲間になるんだぜ。ドラクエスタッフの愛を感じる遊び心ね。だな。また、かなりの愛演家であり、喫煙文化研究会のトップを、亡くなるまで務めていたそうだ。また、強硬な保守思想の持ち主であり、政治的活動もしていたそうだ。著作権保護の取り組みにも熱心で、ジャスラックの評議員もしていて、著作権保護に関しても積極的な姿勢を持っているんだ。そして、訃報を掲載したスクウェア・エニックスのページには堀井雄二と鳥山明からのコメントも掲載された。最後に、それを紹介して締めさせてもらおう。杉山先生の、あまりに突然な訃報を聞き本当に残念でなりません。ドラゴンクエストを作って35年、その世界に、杉山先生は音楽という命を、ずっと吹き込んできてくださいました。先生には本当に素晴らしい楽曲をいっぱい書いていただきました。これからもドラクエは、先生の音楽と共にあります。ユーザーの皆さんの心の中に先生は生き続けるはずです。杉山先生長い間本当にありがとうございました。堀井雄二。杉山先生の訃報を聞き、驚いています。つい数年前にお会いした時の印象からもいい意味で、永遠の命を持つ魔法使いのように思っていました。ドラゴンクエストのイメージは、当時からゲームが大好きでいらした、杉山先生の素晴らしく印象的な数々の名曲によって決定づけられた。と言っても過言ではありません。長くご一緒に仕事をさせていただいて本当に光栄でした。心よりご冥福をお祈りいたします。鳥山明。ということで、杉山浩一さんの生涯を見てきたぜ。霊夢？そうか疲れて眠ってしまったか。生きとし生けるものは皆神の子。狼よ霊夢に一時の休息を与えたまえ。